京都の増添洋一知事は7月の韓国訪問で、ホーム区で恵み、各区目、大統領から首都圏での韓国学校増設への協力を求められ、快拓した。しかし、その実現には、用地取得が大きなネックになっている。交通の便が良い都心に、高知に適した公有地はほとんどなく。 あったとしても都は保育所や介護施設など福祉目的施設に優先的に振り向ける方針であるためだ都担当者はいきなり韓国のためだけにと便宜を図るのは難しいと頭を悩ませている都などによると首都圏にある韓国学校は現在東京と新宿区の東京韓国学校だけ同校は学校教育法の規定に当たらない各種学校で ショット部と中、高等部が併設されており、定員は1440人という、生徒には日本の学校に進学するケースが増えた在日韓国人よりも、韓国から仕事で来日した人々の子供が多いといい、ある関係者は、需要が多く、希望しても入学できない状態が続いている、と説明。東京韓国学校は産経新聞の取材に、 夏休みで担当者がおらず対応できないとしている。法大統領から都内2校目となる韓国学校設置に向けて幼稚出徳で協力を求められ、全力で協力したいと応じたとは現在、方策を検討している。ただ、東京韓国学校は日本国内における韓国の民族教育の中心とされ、韓国メディアによると、 過去には同校を正規学校として認可している韓国政府が、日本語の家庭を正規家庭にすることに難色を示したこともあった。そうした背景を考えると、同校の分身として設置を目指す進行も、同様に日本のカリキュラムに沿う義務がない各種学校となる可能性が高い。各種学校であれば、例えば、竹島、島根県沖の島町、 は日本固有の領土と書いてある教科書も使う必要はない。地方自治法では各種学校を対象に自治体が所有する土地を退職、売買する場合、原則として一般競争入札や指名競争入札を行うことが定められており、確実に韓国学校の用地になる保障はない。さらにマスエ知事は少子高齢化対策を最優先課題の一つとしており、 とは空きが出た適地については、順次優先して福祉施設を対象とした入札を行っている。と担当者は、そもそもという地だけでなくても、条件に適した土地なんてなかなか見つからない。区部、二三区内は無理なのでは、とし、ある区の担当者も、とても行政需要が高く、空いた土地があるなら教えてほしいくらい、と話す。韓国メディアなどによると、 現に韓国政府は2013年予算で、15年の振興開港を目指して建設費約7900万円の予算を組み、廃校の土地を念頭に用地出徳を模索ししたが、思うように進まなかった経緯がある。都幹部は、情報提供ぐらいしかできないのではないか。どうするにしろ。なぜ韓国にだけ、という相当な理由づけが必要だろう。知事はどのような方策を打ち出すのか。 と話す。感想。この都知事は就任してから本性むき出しにしましたね。この都知事に票を入れた人はどう責任を取るのか。韓国学校なんか作らないで保育所や介護施設が足りないのでそちらを作るべきだと思いますね。